このほどアメリカ下院で中国政府に対しファールンゴン学習者など両親の囚人の臓器を摘出するのをやめるよう求める343号決議案が全会一致で通過したことを海外メディアが一斉に報じましたアメリカメディアは臓器摘出と移植のシステムが明らかにされたとしてアメリカ政府は中国政府にこの恐るべき犯罪をやめるよう求めるべきだと訴えました アメリカのテレビ局シースパンは下院で13日に343号決議案が全会一致で通過したことを報じました各メディアもこの件に注目し全米記者クラブや「ニューズウィーク」デトロイトニュースなどがこぞって報じました「ニューズウィークは長年にわたる調査により恐るべき臓器摘出と移植のシステムが明らかにされた」「刑務所は臓器の注文を受けると死刑囚を死刑に処し」 臓器を摘出して病院に渡していたと報道しましたデトロイトニュースは当決議案通過を受けて中国政府に対し無効の民を殺害して臓器を摘出することをやめるよう明確に求めるべきと報じましたまたスコットランドのフェレットは中国政府が臓器摘出を行う様子を演じたデモ劇の写真を引用し 中国は臓器摘出問題で嘘をついていいててるるとと告発されていると報じまましたまた中国政府はチベット族やウイグル族ファールンゴン学習者の臓器を摘出していると指摘するオーストラリアの学者ウェンディ・ロジャース氏の話も報じました。